はい、ソロダイマから担当試験試験令和バ3年度財務会計論の回答速報動画始めさせていただきます。担当はレックスに講師影山です。よろしくお願いいたします。はい、えー、本日担当試験試験本当にお疲れ様でした。 今年度、令和3年度の担当司験試験はイレギュラーな形式で年に1回ということでなかなか今までにはないような苦労があり受験生の皆さんも大変だと思いますけれども財務会計のほうも回答が出そろいましたので簡単ではありますけれども総評と各問の簡単な解説をお伝えさせていただきます。 まず、ですあ今日のね財務会議論に関してまあ解いたところ、ですねまあ難しい問題もですねありましたけれども、まあ個人的な感想としては、ですね理論と総合問題は比較的解きやすかったのかなというところですね、まあ個別の計算はですね少し難しい問題もあって解きづらく、ですねまあ量も多いものもありましたので、なかなか受験生の皆さんにとってはですつらかった問題が多かったのかなと思います。はいで まずね、出題形式なんですけれども、出題、えー、問題数はですね、えー、これは、まあ、従来通りほとんど変わらないというところですね。まあ、前回はですね、個別の計算が13台で、理論が9台だったんですけれども、えー、今回理論が1台増えて、えー、まあ、個別の計算が12台、えー、まあ、理論が10台になりました。ただまあね、計算分量が多い問題がおったので、まあ、その1台ね、個別の計算が減ったからといって、時間がね、 えすごく短縮できたっていうことにはならなかったのかなと思います。で、そこまでは1台ですね、えー、その中で回答が6箇所求められているという問題でした。はい、で、えー、まあ合格ラインというところになりますけれども、ま,あ、まずね、えー、もう全体としては、 まあ予想ボーダーですけれども200点中の116点から124点、まあ、この辺りが一つボーダーかなと考えております、はいえー、ただですね、えー、まあこのボーダーというのはです、ね、当日まあ私含めレックのですね講師スタッフが、えー時えー、まあ話し合ったですね、えー、まあその中で 決めているボーダーダで、まだですね、こう受講生さんのですね、えー、声というものをほとんどですね、聞いていない状況になりますので、えー、またこれからですね、いろいろとこう受講生さんとですね、お話をしたりだとか、ですね、えーまあ、受講相談したりとする中で、ですね、まあ、ボーダーはですね、変わっていくことも考えられますので、えー、またですね、来週土曜日1週間後ですね、土曜日に担当の分析会がありますので、えーまあ、そこでね、もう少しこう受講生さんの声を反映したボーダーをお伝えできるかと思いますので、まあ、一応ね、このボーダーというのは暫定的なですね、点数だと思ってください。 ください、はいは、えー、もうね、えー、ざっくりと、まあ、6割はちょっときつい可能性はあるかなというところですね、6割前後、ね、になると思います。ただ、ですねあの点数取れた方は結構、ですね跳ねて点数が取れているという可能性もあります、まあ、問題の性質上ですね。はいで、えー、その中身ですね、少しボーだー詳しくね見ていくと、まあ、個別の計算問題はですね、えー、12、いい 台あったわけですけれどもまあそのうち七台ぐらいは取っていただきたかったなと思いますこの後すぐにですね正当可能性、えー、高中低で表したですね表をですねこのプレゼンターに移しますのでまあその中でですねもう少し詳しくお伝えしていきますけれどもまあ十二分の7、えー、取りたかったはいで、えー、理論の方は十分の七七割ですかね、えー、まあ一台ですね まあ、その会計基準に関するですね。難しい問題が出ていましたので、まあそこはですね。基本的には無視して構わないので、まあ、実質9分の7、えー、取りたかったかなという問題です。はいで、総合問題総合まではですね。6箇所の回答箇所のうちまあ、4台。 取りたい問題ですね、えー、在外子会社が聞かれておりましたけれども、えー、内容としては非常にオーストックスな問題で、えーまあ、連結会見のね、演習を積まれている方は、まあ、満点を取ることも可能な問題でした、利益剰余金もですね、まあ、ほぼひねりがなく、ですね簡単な問題ではあったので、まあ、正当の可能性がこうというわけにはいかないですけれども、まあ、利益剰余金も、えー、これはですね、ワンチャン合わせることのできた問題かなという感想を持ちました。はい えー、というところでですね、個別の計算は12分の7、理論が10分の7、えー、総合問題の計算が6分の4、えー、これをね、取っていくと、まあ、124以上にはこれになるんですね。ただ、まあ、本試験のですね、緊張感だとか、あ管理会計がね、えー、まあ、少し難しかったというところで、まあ、少しというか、だいぶ難しかったというところで、まあ、メンタルをですね、やられてしまったという方もいると思いますので、えー、まあ、単純にね、えー、これらのまあ、ボーダーですね、えー、を合算した、 点数よりも、あのー、実際のボーダーは低く出ると思ってください。はいそれでは各問ごとのですね正答可能性回答を見ていきます。まあ、ここが、ね、皆さん、一番気になるところだと思いますけれども、はいちょっと引きすぎかな、えー、ちょっとアップしていきますね、えー、まあ、あのー、問題1からですね、えー、一通り読み上げていきたいと思います。問題1、回答2、まあ、問題2、3、問題3、3、問題4、5、問題5、2、問題6、1、問題7、4という,ふうになります。 とりあえず7話ですね、正当可能性こ、こうこうこう、ていていこうこうというところですねで、この黄色でマークしてある部分につきましては、まあ、個別の計算問題の中でも、えーまあ、確実に取っていきたい問題をーマークしました、まあ、ちょっと黄色でね見えづらいかもしれませんけどマークしておりますので、まあ、一つ参考にしてみてください。はいじゃあ、問題8以降ですね、8から14まで、ね、はい問題8、3、問題9、6、問題13、問題11、2、問題12、6、問題13、5、問題14、4。で正当 高低となります、まあ、分配可能額、有価証券、ストックオプション、このあたりは確実に正解をしてもらいたい。はいでは後半、いきますね、えー、問題15から問題22までいきましょうかね。問題15、1問題16、4問題17、6問題18、4問題19、6問題26問題21、1問題22、5となります。瀬戸可能性はこう中、こう中、こう、こう中、中となりますね。はい まあここまモデル17のソフトウェア、自社利用ソフトウェアはですねここは合わせていきたいかなというところですね。なので今で今すねあとそこまで残しておりますけれどもこの黄色でマークした部分1、2、3、4、5、6、7箇所あります、これが個別の計算の中でも特に正解をしてもらいたいところになりますのでまあその7台のうち6箇所いきたいかなと、えー、まあ6箇所厳しくても5箇所ぐらいはねこれは正解しないと少しボーダーを確保するのが厳しくなってくるかなと思います。 はい、で最後は総合問題ですね、問題23以降になりますけれども、総合問題は、えー、23、5、問題24、6、問題25、3、問題26、1、問題27、3、問題28、1ですね、5、6、3、1、3、1が総合問題の解答になります。正可能性中高高高高中とといいうところですねはい あのまあ利益上期もねここは今日は中にさせていただきました、ね、いつもはね低なんですけれどもあのまあここはね利益上期も出せるかなというところであのまあ別に出せなくてもね合否にはここは影響がないと思いますのでまあ一応中にはさせていただいていますけれどもあのまあ別に中だからといってここは解けなかったらまずいよっていう話では全くないのであの解けなかった方もですねまああの心配はする人は全くないですねあの解けた方もいると思いますというところぐらいですねはいというところがですね一足切りの。 まあ回答プラス正答可能性で、まあ、この回答と正答可能性はレックのホームページで普通にですねあのアップされておりますのでまたこの動画でね確認をせずとも,、えー、もうホームページのところでね直接見た方が多分ねあの画像はクリアに見られると思いますので、まあ、そちらのほでもう一度ね確認をしていただけたらと思います。 はい、えー、それではですね、ここからまあ各問ごとにですね、あのまあ詳細解説をしていると時間がなくなりますので、まあ、簡単なポイントであったりだとか、まあ、特にいろいろな問題に、ね、誤っている点を中心に、えー、お話をさせていただきます。はい、ではねもう頭からいきたいと思いますね、えー。問題一。 え包括利益と純利益の問題になりますけれども、えー、これ、回答はですね、えー、2番になります、あとうが丸になります、で、誤っているところですね、えー、E の選択肢は、まあ、もうこれはね簡単ですよね、クルノベッジとか、えー、為替換算調整勘定等々は、ですね純資産に含まれないとありますけれども、ま純資産に含まれますからね、えー、ここは確実に×と判断できなければいけません。はいそして、A ですね、えー、包括利益計算書の中期に関するですね、えー 問題になりますけれども、えー、その他の包括利益の内訳の、うん、開示法には、えー、税効果控除後の金額で表示する方と各内訳項目を税効果控除前の金額で表示してこれらに関連する税効果の金額をい一括して加減算する方があるとで前者についてはその他の包括利益の内訳項目別の税効果の金額を中期する必要はないとありますけれども、まあ、これどちらの方もですね中期が必要になってきますので、まあ、これを×というところですねはいなので、まあ、イとえが×になりますので、まあ、あと、うが丸ということで、まあ、ここはですね、えーまあ、判断できるかなと。 思いますので、えー、まあ、正当化の性はこうとさせていただきましたね。まあ、うなんかはもう計算問題ですからねはい、えー、では続いていきます次が問題2ですね問題の2棚卸ろしさんこれま時間はかかりますけれども、えー、ただですねまあ、今日正当可能性定の問題がですね計算で2つあります、えー、問題5の棚卸ろしさんの問題と、えー、あとは 問題、えー、14, かなあ14のリースですね、ここは正当可能性定位になりますので、まあ、そこをですねいかに切って、特に問題後なんか見た瞬間に切って、えー、この問題に時間かかるんだけれども、難しくはないので、えーまあ、そういうところで点数をいかに拾っていくことができたのか、まあ、これがね今日のポイントにはなってきます。はい、まあ、難しい問題を、ね、いかに見切りを早くつけるのかというところですね、はい、問題の2は、内容自体は難しくありません。まあ、普通にね A 商品と B 商品を先入れ先出し方で計算して、 えま、売上原価と売上高をぶつけていきます。で、それがね回答なんですよで。資料4番5番にですね。まあ、廃棄に関する資料や広告宣伝費に関する資料がありますが、まあ、a 商品の廃棄に関する商品部分に関しては、これ売上総利益には関係がないんですね。このれまで,で売上総利益が取られています。ね で売上総利益というのは売上から売上原価を引くものですけれども、廃棄損はね基本、特損に落ちていきますので、えーまあ、売上総利益の金額には関係がないというところ、そして、えー、5番ですね、広告宣伝費として A 商品を引き渡すわけですけれども、えーまあ、これもですね広告宣伝費になりますので、えーまあ、売上総利益には影響がないということですよね。なので,で、単純にですね4番、5番を考慮する必要ないんですよね。はい えー、従って、まあ、普通に先入れ先出し証をですね、計算して売上原減価出していき、あ、ま、とはね、売価ベースで売上を求めていけば回答が得られますので、まあ、言ってみればね、これは分量が多いけれども入門期でやっている論点にはなります。まあちょっとね、廃棄損とかね、高校宣伝費の話はそんなに丁寧にはやってないところだと思いますけれども、えー、ただ、売減と売上出すのはですね、えー、これは入門期の話ですから、まあ、補助簿出てきてね、ちょっと戸惑った方もいるかと思いますけれども、まあ決して難しくはないという問題になりますので、えー、ここは時間をかけても正解をしたいい問題でした。はい。 それでは続いていきます。次が問題の3、固定資産ですね。はい。えー、仕分けのね、正誤問題になります。で、えー、誤っている部分がイ、えー、とウなんですね。とで、アとエは合ってるんでイとウが、まあ、誤っているよと。で、 今何が謝っ,っているのかというと、まあ、これ臨時消却を計上しているんですけれどももう臨時消却費ってね今はもう計上しませんのでまあこれ見てね臨時消却なんかやってないよっていう、えー、ところでもうすぐに判断はつくのかなと思いますはい、えー、そして、う、ね、は買い替えの処理なんですけれどもこの買い替えの処理はですねこの問題、えー、母価がですねこれ80万なんですね。母が80万、ね、はい でえーまあ、処理としてね、このぼかと時価の差額っていうのは通常、売却損益に入れていくわけですよで、時価と下取り価格の差額を値引きとして処理するか、もしくは、えー、売却損益に含めて処理する方うかですね、えーまあ、2つの方法があるわけですけれども、この問題っていうのは、ぼ価と下取り価格の差額をまるまる値引きとしてるんですね、でこういう方法はないんですよ、ねはい、なのでまこの瞬間にツですね、今まで学習したことがない方法だなということでね。 自家としたどリ価格の差額をまあどうするのかというところで値引きと売却損金に含めるわけですけれどもこれはね、母かとしたどリ価格の差額を全額ね値引きとしているというところでえまあ罰になるというところなのでまあここもですね意図はまあ容易に判断できるかなというところなのでまあ正当ねここは問題,問題2以上に正解が必要かなというところですね。はい 正解ははあと、A、ででになりますでは続いていきます。す。続いいてき次問題なの、まあこれはね難しいですので、えー、基本的にはこれはもう無視して構わない問題です。ただですね、ま強、あ、いてあげるとすれば、いのね話は講義で扱っているので、いをね、なんとかこう丸と判断して、イをね丸と判断して3択で選ぶことができればなお良しだったかなと思います。要は、い、う、いえー、そして、あ、い,いかな。 1>, 1、4、5の3択でいければよかったんですがただ別にですねあのここはもう合否には影響がないので、えーまあ、6, 6分の1を、ね、3分の1に絞れた方は、まあ、少し確率、ね、正当の確率は上がりますけれども,でも、まあ、そんなに気にする必要は全くありません難しいです、えー、無視して構わないです正当可能性低です、はい、でどこが違うのかというと、えー、まず1番ですね、はい、これは、ね、その基準設定主体の、まあ、要件のようなものなんですけれどもですか、まあ、まずですね えー、こんな知る必要,は要件がですね書かれているんですね、えー、これ財務省と規則に書かれてるんですけれどもあの、要件3つじゃなくて、基本5なんですよ。ね、はいだからここ、違うんですね、5要件があるんです。で、今回3つしかない。っていうのがまず1つ。そしてですね、まあ、もしですねこのあの選択肢を罰、えーまあ、と判断できるとすればですね、ここですね、はいこの基準設定団体っていうのは、政府の審議会っていう要件があるわけですけれども、 まあパブリックセクターということですよね。でも今、そもそも ASBJ ていうのは民間です。民間ですから、まあ、この ASBJ が民間だよっていうところをまあ知っている方、で講義の前、ちらっとねそれに関する話はまあしているので、それをね覚えていた方は、ひょっとしたらここで判断できたという方もいたかもしれません。ねはい、ですか、まあこっち側ですね、政府の心配じゃないというところですね。えー、ただ、細かいですから、まあ、こんなのはですね別に気にする人は全くないし、こういう対策を立てる人もは全くないので、えー、まあ気にしなくてもいいというところですね。そしててもう一個間間違違えているのががでです、ね、あとが間違いです。ね。 ね、で鵜はですね指定国際会議機関とはって書いてありますけれども、この最後、財務大臣が定めるものに限られているとありますけれども、財務大臣じゃなくて、これ、金融庁長官なんですね、金融庁長官で会計の、ね、世界ではよく金融庁長官ってのはよく出てくるんですよ、ね、やたらと、その金融庁長官ですね。 えー、なんで財務大臣ではないということで、ここも罰なんですが、まあこんなのも気にする必要はないので、まあここはねいかにあの飛ばすことができたのか気にせずね。これ考えてもわからないですからね。知らなければ考えてもわからないんでね。何ここ理論的に考えてっていう話ではないので、もうここは無視して飛ばしていくっていうのが正解だったかなと思います。はい、では続いていきます。次問題の5問題の5。これも見た瞬間飛ばしですね。えー、まあ、前回もですね。ま賃貸でお父さん,なんかでこれに近いような問題出ました。けれどもはい、えー、まあ、ここは。 非常に難しいですし、まあ、受験生であるとですね受験生で判断できるっていうことはあまり、ね、基本的にはないかなというところですね、はい、で問われているのは棚卸さの金額です、ね、棚卸さの金額が問われていると、ね、じゃあどう求めていくのかというところなんですけれども、えーまあ、まずはですねね番かからいきましょうか、ね、販売用の借地権付き土地ですね。 ボカ、まあ、が、ね、49万なのに対して、まあ、不動産の評価額が21万と見積もり販売直接費が1万500でボカ、えーまあ、よりもだいぶですねこの商務売却額がです、ねえー、低額になっているということで、えーまあ、この不動産鑑定の評価額から見積もり販売経費を引いた19万9500が、まあ、この販売用借地,付き、えー、借地権付き建物の単ののなる、ねまあ、商務売却額までボカを切り下げるというところですかね。 まあ売却というわけじゃないですけどね、えー、その価値まで、えー、下げると。ね、はいじゃあ続いていきます、えー、次が販売用のマンション、建設中の販売用のマンションで、えー、これは、ね、指示があるんですね、えー、個数30個の工事は終了して、1個あたり7万を公表しているけれども、現状の引き合い状況から、えー、北向きの3個は15%の値引き。 で、販売経費は1個当たり平均的に発生するものということですね。で、収益性の低下の有無にかかる判断をビブボックスだは1個ごとに行うということで、でまあ今ね、ボカベースで、この金額、はい、えー、がボカベースの金額になります。65 2, 万2000足す、114万8000で、180万。これがボカなんですね。で、ここからまあ評価損があれば引いていくっていう話になってくるんですね。はい。で、 まあちょっとス,メスペース狭いですけれども上に書いていきますかね総30個のうち、えーまあ、27、北向きではない27だと北向きの3個で扱い違うわけですね。はいで、えー、販売予定価格が北向きの方はまは7万なんですね。7万ねあごめんなさい、北向きじゃないですね。北向きじゃない27個は7万。で北向きはそこから15%の値引きをするんで、えー、7万の85%です,、ねえー、万 9, ですね。5万9500ですね。 はい、これが北向ではない3個の販売価格になります。でそしてですね、今30個で180万のボカがありますので、これ180万割る3 0個してあげると、割る3 0個ですねで。1個あたりのボカ、えー、が出てくるんですね、はい。これが1個あたり6万なんですよ。ボカとしてはですね。1個あたり6万。はい。で、要はね、この1個あたり6万のボカを、 商品売却額が下回るかというところでで販売経費がありますでこれ平均的に発生するってありますので12万を30で割ってあげると1個あたり4千の販売経費出てくるんですね1個あたり4千の販売経費はいで1個あたり4千の販売経費をこれ見ますかね1個あたり4千の販売経費をこれ引く引くとですね、えー、まあ商品売却額が出てきますね 北向きではない27個は商味売却額が6万6千それに対して北向きのですね3個は商味売却額が、えー、これ5万5 5五百と出てくるんですね。ですかそうすると、ですね、まあ、北向きじゃない27個の方はまあ商務売却の方が僕よりも大きいんで、これ問題ないんですけれども、北向きの3個は商味売却額が僕はを下回ってるんで、ここ、差額で1個4 5五百の評価損出るんですね。はいマイナス千百 はい、で、えー、それが3個あるので、かける3個で、えー、評価損が1万3500ですかね、ちょっと左に書きますが、評価損が1万3500、これ出ます。あとすると、ボカの、トータルボカのですね、トータルボカの180万から1万3500を引くと、えー、この販売用マンションのボカですね、BS 価格が出てきます。なんで、180万から1万3500引いて、178万6500ですね。 百七十八万六千五百がこの販売用マンションの BS 価格になります。百七十八万六千五百と、はいですかね。じゃあ次いきます。販売用の中古マンション、中古マンションはですね、えー、これ前期に評価会を行ってるんですけども、まあ問題の指示から洗い替え方させてってありますので、えー、まあ評価会を行っていますけども洗い替えて、で。 賞味売却価格ですね。ええー、三万二千で、販売見込み額が三万二千で、経費が千ですから、賞味売却価格三万一千ですから、下回ってないんですね。はい、なので、この二万五千五百がそのまま B. S. 価格になります。はい。ですかね。 で続いていきますゴルフ場用地 X とゴルフ場用,用地 Y。この辺が、ね、ちょっと難しいんですけど、判断としては。えー、ゴルフ場用地 X はそもそも自社で開発しているゴルフ場なので、まあ棚野さんではないということですね。はいあのー、開発後は予託金方式により、まあ、募集するということですから、ねはい、まだね、棚、え、野、ーまあ、さんではないというところ。で次、ゴルフ場用地 Y ですね。ゴルフ場用,用地 Y は、今ですね、えーまあ、ボカベースでいくと、 機種のほか36万に、未施工事支出金、前、え、は、ーまあね、支出があって50、トータル、まあ、20万足されて、56万になっているんですね、ここで。56万になっているとですか。で、この56万になっているわけですけれども、このゴルフ場用地 Y はですね、ナ、え、ロ、ーま、さんとして保有していた土地をゴルフ場として開発、販売するための受け入れ工事を受注し、えー、で進捗の見積もりは適正にできていないわけですね。これ、ポイントですね。進捗の見積もりが適正にできていない。 ただ、履行義務を充足する際に発生する費用を回収できると見込まれるということなので、えーまあ、これですね収益認識基準を採用しているというです、ねえー、問題の冒頭からですね原価回収基準を使うんですね。ね原価回収基準を使ってこの56万を収益認識するので、えーまあ、これね資産計上されないということですね。ね、はい、なのでゴルフ場用地 X と Y は特にその田野さんとしては計上されないというところですね。はいですかねまあ、これあたり難しいかなというところです。はい、で最後は、えー、販売用の土地更地ですね。 えー、更地になりますでここはもう、ね、販売見込みが18万で、えー、経費が、まあ、6000ですから、えー、これね、差しくと17万4000の賞味売却額になりますのでまあ17万5000ですから1000切り下げて、まあ、17万4000これが BS 価格になります、はい。ちょっとですね、遠くて見づらかったかもしれませんけれども。 99,500+1786,500+25,500+17 万4,000のこの合計が解答になります。218万5,500ですかね。まあ、あのこれ難しいですから、まあ解説はね、えー、しましたけれども、まあ、別に合ってなくてもというかあの基本的にここはもうつき合っちゃダメですよ。ね、飛ばさなければダメです。ね、あの見た瞬間に飛ばしを入れられたかどうか飛ばすことができたかどうかが一つポイントになりました。ね はいまあ、一応回答は2番で、正当がさはもちろんこれは定ですねあの。むしろ無視しなければいけない問題、ねはい。では続いていきます。次がえ問題の6ですね。えー、まあ、手記テーマとした問題になります。えー、ここも正解が必要ですね。えー、まず1番はですね、えー、個々受金を受け入れて、機械装置をえ取得したと。で、まあ、×5 年10月1日に取得しており、えー、そこから、 ま、あ一年半ですかね、経過していますので、一年半経過後の母貨をね、求めていくということですね。で、補助金の200万だけね、あの、首都圏か圧縮してきますので、え、それで計算するとですね、えー、201万6千なんですね。はい。201万6千。ですかはい。で、続いてですね、2番。2番はですね、これ火災で保険債益が15万出てるんですね。売却時の母貨がですね、これ母貨が えー、五百八十五万になります。売却時のぼ墓からですね、五百八十五万。で、五百八十五万が簿価で、で。保険金額が六百万ですから、差額が保険債権なんですね。これ十五万。三益が十五万。で、これを圧縮基調するわけですね。 再起15万は圧縮調をしていきます。まあ、圧縮調できるものは全部適用するって問題う指示ありますからね、えー、再起15万は圧縮調すると、えー、消失後、ですね燃えてしまった後に建物を取得したその首都圏が975万で、そこから、えー、再起の15万を圧縮すると、首都圏が960万ですで。それでですね、ぼっかを計算していくと、896万になります。万万ですねははいいこれが2番 3番は特に名のひねりもないので3番はもうそのまま、まあ、これ350万ですね、まあ、売却してるっていうことですけど、うんまああのね、補助金受けて土地買って半分売りましたというだけですからね、えー、1200万の土地を、ね、取得し、500万の補助金受けて、首都圏が700万、700万の土地を半分売ってるわけですから残ってる350万ということですね、はいこれでしょう、はい。で、次ですね、えー、工事負担金、あの、まあ、あのま講義なんかではですね、 圧縮基調をするときは、ね、国交助金を受,受け入れるというパターンをですね勉強していると思いますが工事負担金も同じように圧縮基調はしていきます。はい で、えー、工事代金総額が四千五百万で三分の二が工事負担とし、えー、負担金として、えー、徴収したわけですよね、そうしたら三分の二が圧縮長できるんだよ、で直接原価方式ですから、残る三分の一が小手さんに計上する代金ですね、代金じゃないんですけど、小手さんに計上する、えー、価格です、ねはい三分の二は圧縮長ですね、負担金の分圧縮長すると、まああの三分の二だけ補助金もらったっていうのと同じように考えてください、そうすると、三、えー、分の一である1500万が取得原価になりますから、でそこからね、原価償却を計算していくと、一1487万5000になります。 はい、で、えー、あとはねこの今書いた201万6896万350万1487万5000千を合算すると、えー、回答1番がこれ出てきますね2935万1000千になりますはいこれ回答ですねまあここはね正解してほしいですね、えー、多少時間をかけても正解が必要な問題だったと思ってください はい。では次行きます。次問題7ですね。SS に関して。えー、SS に関しては、えー、あとイが×ですね。あと、えですね。ごめんなさい。あと、えが×で、えー、あは、 えー、株主資本とそれ以外、それ以外の項目で、でつまり株主資本以外も変動自由ごとにその金額を表示するとありますが、原則は、ね、株主資本以外は変動自由ごとに表示しないので、まあ、これ、×ですね、はい。これ見た瞬間に入×入れらなければいけません。そして A ですね。A はですね個別衛星さえ中期求められてないとありますけども、これ、中期求められていますから、これも×になります。はい、えーまあ、ここもですね、えー、確実に正解が必要になります。はい では次分配可能額の算定で分配可能額の算定はですねまあこれやっておいてくださいねっていうことはですねかなりこううるさく言っていますので出たらお得だよと、えー、覚えてれば8点取れるよっていうことをですねお伝えしていますのでまあ、論点としては少し細かいです正当可能性も注意にしようか迷ったんですけれどもここは申し訳ないですけれどもこうさせていただきました。ね、はい で結構、ね、ここは、まあ、うるさく言っているという私の、ね、ちょっと都合でこうになっている可能性がありますので、あのーまあ、できなかったという方はです、ねまあ、自分なりにその中で考えてもいいのかなとは思います、ねはい、ただ、難しくはないわけですし覚えていれば8点取れるでこういうところを拾っていかなければボーダーに達しないということは普段講義でもです、ね、お伝えさせていただいていますので、まあ、ぜひ、ね、これはあの正解してもらいたいかなと思いますそして、のれん等調整額にかかる補助額この問題ありません、ね、一番厄介なところですよね、のれん等調整額にかかる補助額それはないですから。ねはい でんでまあ簡単にプロセスだけお話しさせていただくと、前期末の常用金の額、ベースはその他資本上金と、ベッド積み立て金と繰越利益上金、これがですね、配当時までどれだけ動くのかというところですよね、これ、自己株式の処分でその他資本上金が1200増えるというところですね、そして消却で5000減ると、これがまあその他資本上金の変動なのかなというところですね。そうするとベースは 3万6,000たす1,200-5,000たす8万8,000たす9万9,000でベースが21万9,200なんですねこれベースが21万9,200がベースになります。でそっから 自己株式ですね。分配時の自己株式の金額、自己株式の処分の対価。あとは、前期末ビースのその他、床証券評価差額金のマイナス、土地債評価差額金のマイナスを引いて、のれ等調整額にかかる工場額を引いていきますけれども、えー、今回は、のれ等調整額にかかる工場額なし。これ、資料の2番から後で検討していきますけれども。で、その他、床証券評価差額金はマイナスですけれども、土地債評価差額金がないので、その他、床証券評価差額金のマイナス、まず2400ですね。ここから引いていきますね。はい。そして、分配時の自己株式。これ、計算するとですね、4800になります。 はい、これ控除していきますで分配時までの自己株式の処分の対価、えー、これが9000ですね、これ9000引いていきます。で、まあ、結果的にこれ、のれんと調整額にかかる控除額がないので、これ差し引いた金額が回答になります。21万9200-2400-4800-9000で、20万3000で、3番ですかね、はい、これ、回答になります。 でのれんと調整額にかかる控除額に関しては、まずのれんと調整額はのれん割る2たすくる延べさんなので、特許権、これ、関係ないですね、ダミデータ。で、のれん割る2たすくる延べさん、これ計算すると、のちょうがです、ねえー、62万割る2たす1800たす38万、で、のれんと調整額がこれ69万1800なんですね、69万1800、はい。で、それとね、比較するのが、資本金プラス準備金なんですね、資本金プラス準備金、これ、比較していくわけですよ、資本金プラス準備金。はいこれ3つ比較します。 で、こっちらが大きいんですよ。で、大きい場合は、補助額ゼロなんですね。ですか。あのー、まあ、のれんとかね、ええー、金価値がないようなクル繰延さんなんかの金額以上に。まあ、資本がね、ある程度こう充実してると、この会社は、で、資本が充実してるから、まあ、補助額いらないよねってことで。ええー、のれんと調整額にかかる補助額はなしですね。後、と。資本金プラス準備金の合計額を比較して、で、こっちらが大きければ、問題なしというところですから。 はい。なのでまあノレン東調整学にかかる補助学がないので、ええー、まあぜひねこう計算をねできていただきたい問題ではありました。も、ま、う、あ、これもやってるかやってないかですから。えー、やっていない人はねもう分配可能額やってなかったらこれもう見た瞬間に六百六分の一勝負。え、ね、やってる方はもう正解をしていかなければいけないと思ってください。ねはい。それでは続いていきます。次問題九で会計オシの変更なんかのですね問題が問われております。えー、これねややひっかけチックなところがありますけれども、はい。 ア、えーね、はですねこの訴求適用の中に表示方法を遡って適用しているという部分が入ります。でこれがまずなんですね、えー。これは組み替えなんですね。表示の組み替えの意義になりますので、財、えー、務省の,の組み替えの定義になりますので、訴求適用ではないんですよ。でこれね、私も一緒に引っかかりそうになっちゃったんですけども、最後ですね。あのー 語尾の訂正を財務省に反映することは、修正再表示といい訴求的とは異なるものであるとありますね。で、これ丸なんですよ。ね。これ丸。ね、なんで、お尻だけ見て、丸だって判断しちゃった方は、これ、ね。 ま、この中身の方ですね。中身というかね、その前半部分を、えー、しっかりと見ていないっていう、まあ、これもちょっとミスですが、ただね、前半部分はそんなにすごい簡単というわけじゃなくて、えー、ここはね、財務省の組み替えっていうところを、まあ、きっちりとですね、理解していなければ、まあ、いけなかったかなというところなんですけれども、ただですね、えー、他の3つが簡単なので、まあ、他の3つで、まあ、判断して、まあ、正当可能性はこうにさせていただきました。まあ、中途にちょっと迷ったんですけれどもね。はい。で、えー、他の3つでもですね、いいですね。いいはですね、 ここですねえー、会計基準等の改定に伴う会計用紙の変更というところにです、ね、新たな会計基準との設定は含まれないとありますけどもこれ含まれますからね、えー、ここが×ですね。はいまあ、あとはですねうとえは丸なんですがここも容易に判断できますので、はいまあ、あの制度可能性はこうかなというところです、はい、では続いていきます次、金融商品ですね金融商品ここちょっと細かいですねここ制度可能性注意させていただきました。はい で、アは丸なんですけれども、まあ、アもですね、最後の1行ですね、ここがまあちょっとネックになったとっいう方も多いと思いますが、まあ、これ結果的に丸です。で、えー、間違っているのはイですね。イは部分純資産直入法を採用することができるというところで、まあ、前半丸なんですけれども、ただし株式債権等の有価証券の種類ごとに両方法を区分して適用、えー、することは認められないとありますけれども、認められますので、ここバ×になります。はい。で、次、ウですね。ウはね、もこれ計算ですよ、実質計算。ね、はい。 まあ文章もちょっと変なんですよね。貸し倒る懸念債券とは、経営破綻の状態には至っていないけれども、債務の弁債に重大な問題が生じているか、または生じる可能性が高い債務者に対する債権を言うと。えー、まあこれもあるですね。で、債務の弁債に重大がな,な問題が生じているとは、現に債務の弁債がおおむね1年以上停滞している場合、ま、延滞している場合、ま、は含まれるが、 弁済期間の延長または弁済の一時棚上げおよび元金または利息の一部を免除するなど債務者に対し、弁済条件の大幅な緩和を行っている場合は含まれないということで含まれるんです。よね、まあ、結果的にはい なんかね、まあ、読んでいて違和感は感じるかなと思います。ね、前半の部分はですね、含まれるけれども、後半部分含まれないっていうのもおかしいわけですし、現に皆さんはですね、貸し倒れ見積もり高のですね、計算のところでキャッシュフロー見積もり法で勉強していて、キャッシュフロー見積もり法なんかね、条件、利率なんか大幅に緩和するっていう条件で、それで貸し倒れ懸念債権というふうに判断して計算をしてるわけですから、えー、まあ、ここはね、あのー、判断できるかなと思います。ね、まあ、×ですね。で、絵はね、重要な損失で、これも計算理論ともにやっていますので、まあ、ここはね、判断できるんだけれども、まあ、ちょっとね、 難しいかなというところでこがせとこなせ宙にさせていただきました。はい では、続いていきます。次、問題11。まあ、これはね、今日の問題の中で一番簡単かなというレベルの問題ですかね。まあ、これとストークオプションの計算が一番簡単かなというところですね。では、見ていきます。問われているのが、そのと証券評価差額金の金額で、まあ、罰金と罰金の組み合わせを問われているというところですが、はい、いきます。A 社株式罰年度プラス600ですね。A 社株式罰年度年度プラス600で,で、B 社株式は罰年減損してますから評価差額金出ません。で、C 社株式はマイナス300、D 社株式がマイナス500ですね。はい。 これを合わせていくと、マイナス200ですね。マイナス200。なので、まあ、1、2、3のどれかですね。まあ、これも、ね、2つの、ね、選択肢を絞るというよりも、両方とも簡単ですからね、まあ、これはあっさりいかなければいけないかなと思います。じゃあ、続いて、えー、×2 年度いきますね。×2 年度右に書きます、えー。×2 年度の評価差額金ですね。えー、×2 年度、えー、1000から1500、A はプラス500ですね。はい、で、B のは、前期減損を生じているんで、600、別に600から900のプラス300。 はい、で C の方はあ1700からあ1200まででマイナス 500D の方は2000から1600マイナス400ということでまあほぼひねりがないですね、えーまあ、B がですね減損しているっていうところ以外はほぼひねりがないので、えー、これでマイナス100ですかねはいマイナス100ですから、えー、2番が回答になります ですかねまあ、これは絶対間違えてはいけないというところですね、はい。では続いていきます、次はストックオプション、はいえー、理論問題と、まあ、計算もともに出ていますが、どちらも簡単ですね。えー、ストックオプションいきます、はいえー。ストックオプションは間違えているのは、あと、いですかね。あは、公正な評価段階、毎期見直しを行うもこの瞬間、×ですよね、えー、イはですね。 これ、ストックオブションの権利行使だと思って、自己株処分したときですね。なんかよくわかんないけど、損益として株式報酬費の金額に加減するってありますが、まあ、こんなの見たことないですよね。はい。だからこの瞬間にバツです。で、右と親も丸ですね。まあ、ここも判断できるかと思いますので。えー、ま12は正当化のせいこうかなというところですね。 はい、まあ,あい,いうはね本当に簡単でまあ誤りの人も確実ですからまあ基本的にやっぱりねこの担当は×足ベースで判断していかなければいけないのでまあ丸はあんまり信用してないんですね自分が丸って思ったのはあまり信用しない×バツって思ったものを信用してくださいはいでは次いきます次問い十三ストックオプション、えー、これはストックオプションのですね条件変更で、えー、数が変動するケースですねストックオプションの数が変動するケースはい、えー、これはもともとですね、えー、ストックオプションの 条件、えー、変更でなくて、ごめんなさい、えー、勤務条件と業績条件、ね、共に達成しなければいけないという条件がついていたと。えー、勤務条件の達成の見込みが罰4年6月30で、業績条件の達成の見込みが罰4年3月期なので、まあ、罰4年3月3 0日で、まあ、共に達成しなければいけないので、まあ、お尻を罰4年6月30日に考えていくわけですよね。はい。えー、ただ、 業績条件の達成の可能性がないと見込まれたので、ツ3三が月末、つまりツ2年度末ですね。ツ2年度末に、一旦リセットするわけですよ。で、もともとですね、これ、ストックオプションの数が、従業員200名につき、1人100個ですから、まあ 200×100 個で、数が2万個だったんですね。2万個だったものが、 条件変、あ、ごめんなさい、えー、業績条件の達成可能性がないと見込まれたので、2万個だったものが0個になってるわけですね。もう、だって、安堵条件でね、共に達成しなければいけないところを、片方無理って分かったわけですからね。片方無理だからえー、もう権利行使ができないわけですよ。なので、ストックオプションが0になった。んで、これだと従業員さんテンション下がるんで、ということで、え、条件変更ですね。 本当だったらあ、×1、3月期の利益に対して120倍以上の利益を獲得したときに、業績条件達成ですよっていうね、あのー、そういう条件だったんだけども、えー、大幅緩和、ね、105倍以上にしました。えー、これで、まあ、従業員さんやる気上がるでしょうということで、えー、ここでストックオプションの数が復活するわけですね。数が復活すると。はい。だから、まあ、数の変更のストックオプションと。で、条件変更したのが ×3 年7月1日ですね。×3 年7月1日ですから、この ×3 年7月1日から、業績条件。 勤務条件ともに達成できる見込みが、まあ、やっぱりお尻はこの勤務条件の罰4六6月30日ですから要は1年ですね12か月で株式報酬費用を半分していくとで株式報酬費用の総額が3600万になりますので3600万を12分の9かけてあげると2700万ということで丸の5番5番が回答になります。はい ですか。バツ三七月一日からまあ当期九ヶ月。今日バツ当期バツ三年度ですから三千六百万を十二ヶ月分の九ヶ月してあげると回答が出てきますというところですね。はい。えー、なので丸の五番ですが、まあこれもねあのテキストの説明と全く同じですからね、えー。ここは絶対に正解しなければいけません。はい。えー、そして、えー、リースはちょっと難しいですね。ここはもう正当化の設定で、あの特にこれね回答の 選択肢の表を見ていただくとリース解約損ってありますからで基本的にリースの解約の話なんかやってないですよね。でまあ、よく考えれば、ね、これはまあ解けるといえば解けるんですけどもただひねりまって難しいです、ね、難しいですから、ねえー、ここは、ね、もう無視をするというのが、ね、正しい、ね、選択だったかなと思います。でいきますまず適用される利率なんですけれども、はい、これはどこから引っ張ってくるかというと、まあ、これも、ね、ちょっとですね ちょっとせこいではせこいなんですけれど、せこいんですけれども、えー、貸し手のリース物件の購入価格が2775万円ですね。で、リース料は年額ね、えー、1000万です。で、この関係なんですよね。で、回答の選択肢に適用される率が3%パー、4%パー、5%パーあるんで、要は、この1000万を、 3年分、ですね割引現在価値に直してこの2775万になるかどうかっていうことをまあちょっと補完法的になりますけれども3%パー使って4%パー使って5%パー使って、えー、計算して、まあ、一番近いものを取っていくとはいこの1000万のスケジュールですよね。 ×2 年3月1日3月31日1000万 ×3 年3月31日1000万 ×4 年3月31日1000万っていうえまあこのキャッシュスケジュールですよね3年にわたってちょっとまあ書くまでもないかもしれませんけども3年にわたって1000万が3回キャッシュですね発生するんでまあこれをねこの今の時点からまあ要は割り引くわけですよね割り引いて現在価値直したら2775万に。 どれ使ったらなるのかっていうふうに計算をしてあげるとそしたらこれ4%を使うとまあ一番近いんですねで実際あの 4. 何になるんですけれどもあのまあ未満死者後にするっていう指示があるので、えー、まあそういうやり方でねこの4%って当たりをつけていくんだなっていう方法になりますまあちょっとねこの回答の選択肢からですね、えー、回答を導くっていうことなので少しまあ特殊な問題ではありますねはいが、まあ っと狭くて、ね、スペースがなくて申し訳ないですけども、まあ、この計算をしていくとであとはリース解約層なんですけれどもですか、えー、これどう計算するかというと、まあ、2年間ですねリースをして、えー、そこで解約するわけですねですか一応問題見ていきますかね、えー、×3 年3月31日にリース契約の解約を行いリース物件返却したと。 で、えー、資料の1の括弧の6番ですね、リース期間中に借り手が中途解約を行う場合、解約と同時に借り手はリース物件を返却し、その時点におけるリース料の残額を支払う義務が生じるということですから、まあ、途中解約したら、ですねあの払ってないリース料を払いなさいということなんですね。はいで、これ、どういう処理するかというと、ちょっとですねスペースないですけども、左に書いていきますね、えー、まずねその時残っているリース資産、これ、計算すると、295万になります。まあ、要はこ,こですね これを耐用年数3年残存ゼロリース期間で消却していきますんではい、ね、残るのが925万なんですね。これ2年消却してねリース資産残ってますねで。このリース資産の部分は除却損になるんです,、ね、ですかリース資産。これが925万。で、除却損。ちょっとこれね赤でいきますね。除却損が 925万。はいで、えー、次、えー、お金ですね、1000万、解約金払うわけですよね。まだ払ってないリース料、2年払ってるんで、残り1年分払ってないから、ここで、えー、解約に関するリース料を払います。で、残ってるリース債務が、これね、計算すると、残ってるリース債務がですね、えー、963万。 五千あごめんなさい九百六十一万四千四百になるんですね失礼しました九百六十一万四千四百になります残ってるリースタイムかですねはいでそうするとねその差額がまた損になるんですよ一千万から九六一四四〇〇を引くと三十八万五千六百がこれ損になるんですねはいでリース解約損ってこの合計額なんですね。 はいこの合計額がリース解約損925万たす385600で9635600、ねはい、これがリースの解約損になりますので、えーまあ、4番ってことなんですねはい、まあ、ちょっと難しいですよね除却損とねこのリース債務の返済に関する損をですね合わせていかなければいけないんでね ピール上、ね、こうリース解約損ということになります。で、まあ、除却損と、ね、このリース債務のです、ねえーまあ、未返済部分に関する損を、まあ、通常、分けるんですけれどもあのリース解約損ってなっていたらその除却損とリース債務の、ね、未返済部分に関する損を、まあ、基本合わせたものなんですね。はい、でこのあたりも難しいです、通常知らないですね、受験生は知らないと思いますので、まあ、これはもう気にしないというところですね。 はい、特にまあその、ね、リースタイムのです、ね、未返済部分に関する損だけを独立してですね3番に、えー、費用項目が、ね、計上されているわけですけれども、まあ、リース解約損でいったら乗客損も合わせる金額なんですね、ここに。はいまあ、そのあたりの知識も必要になってきますので、まあ、かなりこれは難しい、えー、問題になります。といでまあ正当化の制定で、まあ、基本的にはまあ気にするなという問題ですね。でただリ、ねまあ、リースなんで基本リーススななんんで基本は、ね、結構みんな まあ勉強していますし、まあ、解約といっても何となく解けそうだなっていうところでやられている方もいるかもしれませんけれども、ね、ただここはね、えー、結果的にですけれども手をつけてしまってはいけないような問題になります。はい利率、まあ、っていうところをですね計算して、まあ、3回の2択で勝負をかけるっていうことはねあのむしろいいのかなと思いますので、まあ、なんとか利率だけ計算して2択で勝負をかけられた方はですね、えー、その分まあアドバンテージを得ることができたのかなと思います。 はいそれでは続いていきます問題15対象給付の理論問題ですねはい、対象給付の理論問題は間違ってるのはうとえですねうとえで はいえー、確定拠出型は、掛け金の支払額が退職給費用ですけれども、これ、要拠出額ですよね。でしかも、親切に要拠出額ではなくって書いてあるんで、ああ、でも要拠出額だよなって思い出してもらえれば、ここ×入れられたと思います。はい、そして勤務費用に関して、えー、従業員からの拠出がある場合、勤務費用に加算するってありますけれども、はい、これ、加減算ですね。はい。 あごめんなさい減算ですね。失礼しましま加減算じゃなくて減算ですね。従業員教室部分は。金表から減算するというところなので、まあ、ちょっとね、あのー、さっと読んでしまうとミスしやすいかもしれませんが、まあ、ちょっとね、これ、行が変わってるんで、少し目立つんですよね。これが行が変わってなくて、文章の中に埋め込まれてるとスルーしそうなんですけれども、まあ、別の行にあるので、多少読みやすいのかなとは思います。まあ、引っ掛けではありますけれども、減、えーまあ、算というところで、まあ、こういうところに引っかからないようにはしてください。 はいえー、まあこれも正当からせこうですねでは続いていきます次が収益認識ね。はいまあこれねちょっと分量が多くて見慣れない問題なのでまあややねややというかだいぶ解きづらいかなという方は多かったと思いますで時間もかかりますね。えー、ただですね多分解説聞けばあこんなことかなって思うんですねではちょっと解いていきましょうか えー、これは交差機械 A とそれに関する保守点検サービスに関するですね収益認識のお話で、えー、まず交差機械 A の当社の独立販売価格がこれ9万8000なんですねはい、まあ、これ機械本体ですでこの交差機械 A のメンテナンスサービスですねこれの独立販売価格が2万7000なんですね で、機械本体9万8000円。メンテナンスサービス2万7000の独立販売価格。で、それぞれですね、別々にこうね、えーまあ、販売しているわけですけれども、えー、今回ですね、えー、セットとしても販売するというところで、もしセットでね、お客さんが買ってくれたんであれば、えー、この工作機械 A とメンテナンスサービスセットで、まあ10万ですよということなんですよね。はい。で、まあこの10万に関しては、 メンテナンスサービス部分の履行義務と、交差機械 A 本体の履行義務に分けなければいけないんですね。で、それって独立販売価格の比率で分けるっていうことをですね、学習したと思います。じゃあ実際の取引見ていきますね。じゃあまずね、簡単なのは、交差機械 A だけの販売とメンテナンスサービスだけの販売がありますので、これはですね、簡単です。はい。で、交差機械 A は引き渡すときに収益計上するわけですから、A 単体で、えー、販売しており、研修日が共に ですよねお客さんのところにですね引き渡された時に利口義務が充足されるというところですから、はいこれ機械装置、交差機械 A 単体の独立販売価格が9万8000ですから、9万8000かける4台で、はい機械の A の収益認識額がこれ39万2000なんですね、39万2000と、これ見ますかね、39万2000、はい、で、メンテナンスサービスだけの販売に関する独立販売価格が2万7000千。 2万7000で、1台はメンテナンスサービス提供期間、これ3年のうち11ヶ月が当社に帰属してる、当期に帰属してるんで、36ヶ月分の11ヶ月。1台は。で、3台は、36ヶ月分の、当期に帰属してるのは3ヶ月なんですね。はい。ですので、計算としては、独立販売価格 27,、2万7000。 かける、まあ一つはね、この十一ヶ月分の三十六ヶ月、これでいいわけですよ。はい。あ、この三十六ヶ月分の十一ヶ月です。三十六ヶ月分の十一ヶ月で八万八千二百五十、すみませんね、ちょっと言い間違いが起こて申し訳ないですよね。ええー、二万七千かける三十六ヶ月分の十一ヶ月で三代分に関しては三十六ヶ月分の三ヶ月が当期に帰属するんで二万七千かける三台でこれ八万一千なんですね。 8万千3台分ですよ、3台分8万1千八8万1千の三の36か月分の3か月が当期に帰属するんですね。で、メンテナンスサービスは、いや履行義務が一発で充足されるんじゃなくて、徐々,徐々に徐々に充足されるわけですよ、メンテナンスサービスはね。なので、徐々に徐々に収益認識、ね、履行義務が充足された分だけ権利がね浮かび上がってくるわけですね、対価が浮か,べ浮かび上がってくるわけですから、はい。とするとですね、11か月分と3か月分の収益認識額で、まあ、この8250と6750。 はい、でここまで OK。で、まあ、少し問題になってくるのは、この工作機械 A とメンテナンスサービスのセット販売。セット販売はさっき言った通り、この10万を、工作機械 A の部分とメンテナンスサービスの部分に分解しなければいけないと。で、これ、独立販売価格で、えー、分解していきます、その比率で。で、独立販売価格合計がこれ、12万5000ですから、12万5000と10万の比率取っていくと、これ、8割なんですね。8割。ですね。あ、そうですね。それ、8割ですねあですねそれ8割ですね なので独立販売価格の履行義務10万の中でいくら部分かっていうと機械装置 A の、えー、セット販売の中の、ね、価格っていうのがこれ9万 8000×8 割で7万8400ですね。ねはいでそれに対してメンテナンスサービスのけ× 8で8割かけてあげるとメンテナンスサービスの方の、えー 履行義務が取引額が2万1600と、はいえー、このように取引価格を、ね、履行義務ごとに分解するわけですね工作機械 A 本体の引き渡しに関する、ね、取引価格が7万8400で、えー、メンテナンスサービスに関する価格が2万1600とでそれをですねここに当て込んでいきます、えー、研修日がともにですね登記に帰属するんでこの 交算機械トータル12台はセット販売でも当期の収益になります。はいつまり7万 8400×12 台、これが交算機械 A の引き渡し義務を充足したわけですからこの部分は12台分94万800は収益計上していきます。はいですか で、それに対して、メンテナンスサービスのはサービス提供期間がありますので、それに応じて徐々に徐々に収益認識をしていくことになります。8大部分はですね、これ、当期に帰属する期間としては、やはり、36ヶ月分の11ヶ月。で、4大部分は当期に帰属する期間としては、36ヶ月分の6ヶ月になります。はい。ですので、あとは、 このメンテナンスサービスにですね、えー、配分された価格ですね、かける2万1600ですね。で、8台分と、かける2万1600の、えー、4台分で、メンテナンスサービスにかかる収益認識額を求めることができます。とするとですね、この8台分は5万2800出てきます。5万2800。で、4台分は、 1万4400ですね。出てきますよということで、はい、これ全部足していくと収益認識額になります。まあ、時間かかります。でも、一個一個丁寧にやっていけばそれほど難しくありません。ただ、まあ、ちょっと、ね、受験生にこれを正解してくださいというのは少し酷かもしれませんので、まあ、正当な話は中ですけれども、まあ、間違えてしまっても仕方がないところにはなります。どれだけ落ち着いて取り組むことができたのか、これがポイントですね。まあ、難しいですよ。あのー、実際、ね、一個一個丁寧に落ち着いて 解けば解けるんだけども本試験の緊張感の中でっていうと結構厳しかったかなと思います。52,800加え14,400足す機械 A の本体94,800で交差機械 A だけの販売で39万2千メンテナンスサービスだけの販売で8,250加え6,750これ全部合わせていくと4番の141万5千になります。はい。 まあ少しね、酷だったかなと思います。ちょっと正当可能性低かどうかも迷ったところですけれども、まあ一応ね、その論点自体がすごく難しいというわけではないので、一応注意させていただきましたが、本試験中にってなると、正当可能性は低になってもおかしくないかなと思います。はい。それでは行きます。次、問題17。問題17も簡単ですから、はい。これは正解してもらいたいですね。はい。えー、7万5千の、まあ、ソフトウェア本体に、プラス2万5千ですね。 これソフトウェア A の仕様を大幅に変更して自社のニーズに合わせた新しい自社利用ソフトウェア A ダッシュを制作したとでこの時二2万5000円かかってるんで、ね、でこれは、まあ、ソフトウェア A 本体に載せていかなければいけないというところですね。はいでこの部分のね支出が、まあ、将来の費用削減確実かどうかというところなんですけどもあのこれはね3番にもうご丁寧に将来の費用削減が確実って書いてあるわけですよ。 でまあこれもちょっと実務士の、えー、規定自体は少し細かいところにありますけれども、えー、まあ2万5000部分ですね、えー、大幅に変更して実際のニーズに合わせた部分でかつ費用削減が確実であるとめ、えー、認められるとありますのでまあこれね含めて10万で、えー、ソフトウェア計上して消却していくんだなっていう判断ができるかなと思いますので、えー、まあ10万でねソフトウェア計上してあとはね対応年数の変更がありますので、あのー、まあ焼却期間の見直しですね対応年数じゃなくてすみません消却期間の変更がありますので、えー、まあそのね変更もまあ通常通りのね あの処理になりますので特にひねりもありませんのでまあここはねまあ7万5千0 2万5千を含めるかどうかというところが一つですねポイントになりましたけれどもまあこれで問題から判断できるかなというところで、えー、10万ベースに計算をしていただければ回答6番が出てきますはいですかねまあここはねぜひ正解をしてもらいたかったかなと思いますはいそれでは問題18減損まあこれちょっと難しいですねパッと見ねあのデータが多くてまあこれは難しそうだなと思った方も多いと思いますね。えー まあじっくりこれもね取り組みたかどうかなんですがなかなかまあ厳しかったかなと思います、えー、問われているのは減損損失の金額ですねで、えー、H 社の保有する製造設備 X ですねこれ取得から6年経過して対応年数10年なんで、まあ、残り4年の段階で減損の兆候が見られたので減損損失の認識の判定を行ったとありますだから残り4年なんですね、はい、でそこでキャッシュフローをどうやってです、ねえー、見積もっていくのかというと 税引き前のキャッシュローが4年間で50、50、4 5 30というふうに見積もられましたと。これが、まあ、その、機械装置の使用ですね。使用によって得られるキャッシュです。でも、ここに、機械装置 X は、賞味売却額が発生するっていうふうにですね、えー、判明したので、使用プラスですね、売却による収入で、えー、将来キャッシュローを計算していきます。で、まあ、この、賞味売却の計算が少しややこしくて、 あ指示は丁寧にありますが、A 社の財務部は、製造設備 X の最終年度における商品売額を最頻値と期待値で算出された数値の単純平均で求める。つまりこれですね。最頻値と期待値で算出された単純平均で求めますよと。はい。で、これを、ね、表から求めていくと、まあ、見積もりキャッシュローと確率を掛け合わせたものが一番下にありますので、まあ、要はこれ合計したら期待値なんですね。で、これ68なんですよ。ね、68。 で、最近値の方が一番高いところを取っていきますので、最近値取っていくとこれ60なんですね。なんで60と68が、これ最近値と期待値の合計。最近値60、期待値68。で、これの単純平均ってことは、賞味売却額は足して2で割るんで、1 2 8割る2で64なんですね。64。 はいここから売明価六64と求められます、でこのですね使用によるキャッシュはこれ合計すると175なんですね、175。従、はい、って割引前の将来キャッシュはは175プラス64で、えー、239、これが割り前キャッシュになります。 で、母カがこれ400ですからね。239に対して、母カが400なんで、あ、これ幻想損失認識しなきゃということですね。で、そもそもですね、幻想損失の金額回答にゼロっていうのがないので、まあ別にこれ判定しなくてもね、あの、絶対に割り前キャッシュの方が母カを下回るってことはまあ明らかなわけですよね。ゼロはないですから。ね、で、幻想創ここから、ね、認識していくわけですけれども、え、これ割引、使用価値を求めていく必要があります。はい。で、えー、そこでまた割引率ですね。 使っていかなければいけませんけれども、この使用価値の算定に用いられる割引率ですね、えー、これもですね、カリレーションコストと自己資本コストを過重平均した、あ過重平均資本コストを算出、で、自己税率40%なんですね、カリレーションコストは税引き前のです、ね、割引率なんだけれども、自己資本コストは税引き後のもので、これ、どっちに合わせるのかっていうと、これは理論でやっていますけれども、キャッシュフローが税引き前ですからね。 これ、キャッシュフローが税引き前ですから、率も税引き前なんです。なので、仮に、えー、資本コストは OK なんだけども、自己資本コストをこれ税引き前に直して、過重平均取っていかなければいけません。ね、はい。ここが一つポイントかなと思います。理論も絡むところですね。キャッシュフローが税引き前なので、率も税引き前に合わせていかなければいけないということで、で自己資本コストを税引き後じゃなくて前に合わせていくんですね。だから40%で割り返してあげると。えー、それでですね、過重平均7対3取っていくと、割引率ですね、これ5%になります。ね、5%。 なんでまあこの5%の原価係数を使って割引現在価値を求めていくとこれ209になるんですね209はい割引後209ですかねなんでまあ,あとはねこの400と209の差額取って191が減損損失ということになりますはいここ,です、ね、ここまで切り下げていきます191 まあここもねちょっと率を求めたりだとかキャッシュを求めたりだとかっていうですねその減損のまあそのね本質部分っていうよりも少し計算テクニック的な要素がね強いのでうんまあちょっとねその数学的なねえー 要素が入っているのかなというところですかねまあそういうですね数字に全くねアレルギー違和感がない方はね解けたかもしれませんが逆にまあ、ちょっと数学的なね、えー、部分があまりね得意じゃないとか苦手だっていう方は、えー、ややきつかったかもしれませんはいなのでまあ正答可能性は中ですねでは続いていきます問題19ですね連結財務省でこれはまあ基本計算問題ですねここはもう絶対正解が必要ですかね、えー、あは×ですね 支配、えー、獲得後に生じた利益剰余金及び評価換算差額等のうち親会社に帰属する分は利益剰余金とするってありますけれどもその他、有価証券評価差額に利益剰余金にしないですよね、はい、だからこ×ですね。で、委のほ、えー、こは段階取得に関する話で連結上の段階取得にかかる債券部分を資本上金とするってありますが、まあ、とんでもないですね、今言った通り段階取得にかかる債券ですから、えーまあ、これこそ利益剰余金にすると。 う、はい、とえは合っていますけれども、まあ、これも計算でやっている内容ですから、まあ、この問題19は、ねえー、確実に正解が必要かなというところです。はいそれでは続いていきます、セグメントですね、セグメントもですね、まあ、セグメントという論点は少し細かいですけれども、決して内容としては難しいものではありませんし、まあ、講義で扱っているものばかりですからあの、これは正解してほしいですね、あ、えー、はですね収益を獲得していないものも事業セグメントの一部となりますが、それ、ダメですよね,ね。収益獲得していないな また、付随的な周期を獲得するに過ぎない構成単位も事業セグメントの一部となるとあいますバ、はいまあ、罰ですよね。はいで、今、ですね報告セグメントの認定に関するお話で、売上高基準がまあ5%倍以上ってありますが、まあ、これ10%ですからね、はい、まあ、これも棟なんかで出てると思いますので、まあ、これで確実に罰だというところですね。 うと、まあ、絵はまあ丸と判断できると思います。ウ、ま、ト、あえー、この,、ね、宇絵の話も両方とも有名な話ですし、絵は、ね、以前、本試験でも出ていますので、えーまあ、このあたりレジュメにも、ね、書いていますので、えーまあ、ちょっとセグメントという論点自体はマイナーですけれども、まあ、ここは、ね、正解をしてほしい問題でした、はい。では続いていきます、問題21。問題21はちょっと難しいですね、あの回収可能性を考慮していかなければいけない分です、ね、難しい問題にはなっております。これも正当可能性中ですねはい 連結財務省に計上されるクルノベ税金さんの金額ということで、まあ、未実現利益があるんですね。で、その未実現利益に関して、まずいくらあるかっていうところなんですけれども、この未実現利益をですね、まず計算していきます。で、その時ですね、売上高総利益率を自分で求めていきます。で、×1 年度と ×2 年度における S 社の売上高総利益率は同一であったとありますよね。はい。で、 ツ 1>,、あのーまあ、1年度は原価と倍価があるんで、まあ、ここの関係性使うんですね。ツ2年度は倍価しかないんですけれども、ツ、えーまあ、1年度とツ2年度同じだったというところで、ここの関係性使うと、まああのー、負荷利益率が1.4なんですね。負荷利益率40%ですね。なので、まあ、これを使って、えー、未実現利益を計算するとですね、ツ、はいえー、1年度の商品350ですね。で負荷利益率1.4を使って140、140%使ってです、ね、計算すると、未実現利益が ツ 1>, 1年度期末がこれ100で、ツ2年度期末が140になるんですね。はい。これ、未実現利益の枠。で、税率がですね、ツ1年度30%で、ツ2年度25%ですから、まあ、それぞれ税率かけてあげると、30と、えー、35になるんですね。30と35。 でそのままです,、ね、すっといくと6になるんですけどもこれ6ではないんですね。で,すかでなぜ6じゃないかというとこのね5番ですよ。資料の5番になぜかですね S 社の課税所得書いてあるんですね。なんでここから、ね、回収可能性を考慮していかなければいけません。で回収可能性を考慮するとですね、えー、S 社の罰1年度は80の30%でこれ24ですね。つまり法人税と24。 で ×2 年度は100の25%で法人税と25ですかでこの回収可能性考慮してない場合30と35の、まあ、要は繰延税金算を計上することになるんだけれどもあの S 社の課税所って24と25ですから、ね、この回収可能性ないですね3035ってでこれかつ繰延ノですからあの将来じゃなくて陶器ですね陶器、えー、使ってきますので、えーまあ、このね回収できないということで。 上限が24と25ですからだから計上できる国延税金さんの延税金んですね、×1 年と ×2 年とともに24、25、ここになって1番なんですね。はいまあ、これ回収可能性の上限ですよね、あのこれを超えた部分はです、ね、国の部資産計上できないわけですからね。はい、で、まあ、未実現利益ですから、しかも国延法というところも一つポイントになってきますね、将来ではないということですよね、はい、で1番、まあ、こう上限ですね。 ここを上限に揃えていかなければいけないというところなので、まあ、6と、ね、あの回答した方は、まあ、惜しいには惜しいんですけれども、まあ、回収可能性の部分をね考慮できていなかったというところであの、まあ、これも、ね、結局5番の資料 S 社の課税所得がなぜ与えられているんだというところをです、ね、ちょっと疑問に思ったかどうかなんですね。 で基本的に税効果で課税所得が与えられるということはやっぱ回収可能性ということを、まあ、ピンと考えていかなければいけないんですけれどもただあの、ここは難しいですからで税効果の問題というのはやっぱ担当で、ね、結構難しい問題が昔からよく出ていますので、まあ、ここもね、瀬戸から指定中ですけれども、まあこれも正解できなくても仕方がないかなと思います、まあ、できた方はその分アドバンテージというようなです、ね、イメージでいいかなというところですはい、それでは問題22、最後ですね計算問題最後で、えー、間違っているのはあと ウですね、あはですね、まあ、これも引っかけなんですけれども、えー、条件付き取得対価が将来の業績に依存する場合、のれんを追加的に認識して、消却を開始するってありますが、はい、ここで消却開始するんではないですね、消却は遡って開始するんで、はい、だからこれがツになります。で、うはですねあの、事業分類の対価ミックスバージョンで、ここはね講義でも、オバー使っていないところですから、えーまあ、ここは判断できなくてもいいのかなというところですね、まあ、あの間違いは、ね、適切なボカじゃなくて、これが時価なんですね。自家で はいまあ、ここはしょうがないかなというところにはなりますけれどもただですね糸へが簡単なんですよ糸へが簡単まあ何のひねりもないというところなんでまああはちょっと引っ掛けチックですけれどもまあうがねちょっと対価ミックスであまり扱ってないというところなのでまあこれでねちょっと一応瀬戸風は注意にさせていただきましたはいというところで以上が個別問題になりますで相互問題に関してはね、えー、もうここは今回在外のね連結の問題になりますけれどももう非常にオーソドックスな問題ですので えー、在外子会社のね連結のタイムテーブルを書いてまあ普通に解いていけばオッケーだったというところですでこれ利益上記もワンチャン合わせることができますねどちらかというと問題二十三の資産金額の方が難しいかなと思います株式の金額を引いていかなければいけないということとあと評価差額をね考慮していかなければいけないというところなのであのまあ資産の金額がちょっとねあの難しかったかなというところになりますのでどちらかというともう利益上記の方が簡単ですからねこれ追加取得になっているので一応マイケルったらまたですね資産の金あ利益上記の金額とかね、えー、少しひねりが入りますけれども、うん、まあ基本的には優しい 問題で特に、ここはもうこの解説動画の中では、ね、解説はしていきませんのでまた回答のです、ね、回答解説がです、ね、出たらそちらの方で確認していただければと思いますが、まあ、このぐらいの総合問題であれば、ね、あの非常にまあ受験生の皆さんも、ね、ある程度解きやすかったかなと思います。はいというところで、ね、今日は一、ね、日本当に、ね、疲れたと思いますけれども、まあ、ある程度ねあの 自己採点で自分がどのくらいの得点を取れているのかというところをですね確認できるかと思いますのでえまあ今後、どういう方向性に進んでいくのかえ特にですね3ヶ月後の論文を控えておりますので,で今回はですねえ審査会の方からですね合格者ねより多く出すというですね2回分、要は12月の担当がなかった分だけですねあの合格者をですね増やすというね旨もですね公表されております。ので、えー まあ、に論文ね、進まれる方は時間がね、3ヶ月しかないので、もういち早く、休んでる暇はありません。ね、本当にね、担当だったら休みたいところはね、山々なんですけれども、もう休んでる暇はありません。ここから一日一日がね、勝負ですから、えー、まあ、ボーダーね、ある程度ボーダーを超えている、もしくはボーダー付近の方、ね、少しボーダー付近はもやもやするけれども、でも,もうここはね、気持ちを切り替えて、なんとかね、論文に向かって勉強を進めていくしかありませんね。あのー、全然勉強やらずに3週間経って6月のね、合格発表を迎えて、ここからじゃあ論文って言っても、あの、もう取り返しがつかないことになっている可能性が高いですから、 ここから、ね、ボーダー付近きの方はも,うもやもやして、ねもうね、勉強やってても身に入らないかもしれませんけれどもここを、ね、食いしばってなんとか、ね、あの勉強していかないと後悔をすることになってしまう可能性が高いですから、ね、なんとか、ね、ちょっと頑張ってもやもやしつつ、ね、勉強の方を進めていくようにしてください。 はい、え、そして、まあ、ちょっとボーダーに届かなそうな方はですね。え、次のね、十二月に向けて、戦略を練り直していくということで、またね、あの、相談なんかもですね。ライン、え、ツイッター、電話等々で受け止まっておりますので、え、気軽に相談をしていただければと思います。はい、え、本日はね、本当にお疲れ様でした。またね、え、次に向かって、早くね、意思決定をしていただきたいと思います。そして、またね、来週、あの、分析がありますので、え、そこでもう少しね。え、皆さんの受講生様の声を聞いたボーダー等々ですね、もし変更があればね、そこでアナウンスをさせていただきたいと思います。え、本日は。本当に お疲れ様でした。